スペイン発祥のスポーツの専用コートが墨田区にオープンしました。墨田区にオープンしたのはスペイン発祥のスポーツ、パデル専用コートです。パデルはラケット競技の一つで、テニスのラケットよりも少し小ぶりなこのラケットを使います。パデルは2人1組で戦う、テニスとスカッシュの要素を合わせ持つスポーツです。テニスのようにネット越しでボールを打ち合いますが、コートの四方はフェンスに囲まれ、スカッシュのようにフェンスを使ってボールを打ち返すこともできます。また後ろに反らしてもボールが2回バウンドするまでラリーは続きます。チャンス、強いボールいけるか、決まった。富田選手のスマッシュが決まりました。コートのお披露目会では日本代表選手のエキシビションマッチが行われ、鋭いスマッシュにフェンスを使った多彩なレシーブなど、パデルの魅力であるスピード感のある試合展開が披露されました。そしてこの日は人気サッカー漫画キャプテン翼の作者高橋陽一さんの姿が。高橋さんは以前サッカー取材で訪れたスペインでパデルと出会い、今では月に2回ほどプレーするという愛好家となり、日本パデル協会の名誉会長を務めています。短時間ですごい運動量もありますし、ボールも常に飛んでくるって感じなので、一球一球というよりはすごいラリーができて楽しいなという感じですね。本当にローラー男女誰でもできるスポーツで、子供さんでもできますし、ぜひ一度体験していただきたいなと思います。パッと見ては楽しそうですけど、確かに高橋さんおっしゃる通り運動量多そうですし、かなりハードなスポーツに見えますね。パデル、これから覚えておきたいと思います。パデル東京水町のコートは屋外に3面設置されていまして、来月28日まで60分の体験レッスンが無料で受けられるキャンペーンを実施中です。コートの予約や体験レッスンは施設を運営するパデルアジアのホームページから申し込むことができるということです。